早めです。今日は青森県の弘前市の方に来ておりますね。こちら弘前公園、先日ね、夜来たんですけれども、で今日ねちょっと仕事で休めないかと思ったんですけど、午前中である程度気合って来てみました。結構ねすごい人ですよ。いや日中来るの初めてですけど、いいですね桜の時期ね。去年かなんかはねライトアップしてる時に来たんですよね。で今日はこの後雨が降るので、夜のライトアップの時にはね結構散っちゃうと思います。本当ギリギリのタイミングだと思いますね。満開からの散り始めぐらいのタイミングですね。月曜日来た時は本当にこの辺は3分ぐらいだったけどもね、やっぱ花芽の量は今日の方がやっぱ多いね。何屋さん多い、すごいよね弘前の桜。あ、こっちより来なかったな。ぐるっと回ってみようか。本当に左右から枝がね横に広がって桜のトンネル見たくなってますね。ちなみに桜を切るなと言われますけれども、弘前ではね、上に伸びる枝っていうのは基本的には切っていって横に広がるようにしてるんですね。ただここは意外とあれだな、上に伸びてる桜を残してる感じですね。リンゴの木の剪定と同じ手法を使っていって、要するにね、上に伸びる力が弱まると横に広がる。で、リンゴ収穫しやすいし、要するに生命的にね、もう実をつけなきゃいけない大きさだっていうね、そういうふうに勘違いしてリンゴをね、鳴らしたりするそうですね。なので、意外と弘前、ここはちょっと枝ぶり高いんですけれども、横に広がった低い位置で楽しめるっていうのがね、弘前公園の魅力なんですよね。ここはちょっと歩くの初めてかもしれない。で結構ね、座敷を敷いて、花見をしている人っていうのも多いですね。色目もねちょっと白いものから淡いピンクのもの、ピンクの色が強いもの、いろいろありますよね。ちなみにね、出店は出てますけれども、アルスキナガロの飲食は今年は、禁止となっておりますね。この辺なんかはね、枝ぶりが低いものが結構ありますね。いいですか。はい、150円1つ、お願いします。はい、はい、はい、どうもです。はい、どうもありがとうございました。本当にね、枝ぶりがこんな低いところまで来るんですよね。さっぱりした甘さで美味しいですね。
北だとこういうとこだとババヘアラアイスですけどね、意外とリンゴシャーベット出てんのかな。うんうん、いや美味しいですね。ああだよ、やっぱり品種によってはちょっと肌くらいになってきてるところもあるんだな。仙台しだれというそうですね。こちらはちょっともう肌くらいになってきてるけどね。仙台しだれ、このしだれもいいですね。桜しか見てことなかったから昼間来ると新しい発見ありますな。いやだ、そして屋台のいい匂いがすげーする。向こうは屋台がたくさんある。ここにね、ゴミ捨て場もね結構ありますね。で意外と観光客が行く白人が多いですね。三沢の基地がある影響かな。三沢からここまでは結構ね遠いんですけどね。ああやだ、結構並んでんな。今ちょうど12時だからね。すごいな。で、ニコといえばこういうのっていうのもね、あるけれども、青森まだ俺知らないな、そんなのそういえば。うん、それを知る機会にもなるかもしれない。でも、なんか意外と青森ならではっていう感じのものがそこまでないかな。秋田だと、意外ときりたんぽのね、味噌たんぽだとか焼いて売ってたりだとか、するんですけどね。大雨だとこういったものもやって広島のだしね。あ、すげえ並んでる。セガールのお土産っていうのでね、向こうにね一応なんかリンク系統があるみたいな、なんかすげえ人が。あ、なんかこの人が行ってくるとね、やっぱこう復活してきてるのかなと思って、それはすごい嬉しい感じがしますね。あー、すげえ人いる。弘前物産館、うん、あとジャンボおでんっていうのがあるな。弘前公園名物のジャンボおでんって行ってみようかな。だけどすげえ並んでる。あ、肉がピタッとかなる。そこはいいや、いつでも行けるから。ここがジャンボおでんなんですけどね、酎ハイもすげえ冷やしてるし、奥のやつがね全部おでんなんでしょうね。すげえな。すっげー並んでるのに買わないんですけどもね。こういうのに戻ってきますね。いや、しかしあるけどあるけど桜ですな。へえ。すげえな。向こうの方もなんだ、このちょっとね、売店があった裏手の方、人が少なかったので来てみてるんですけど、こっから上から見る桜って結構いいんじゃねえの多分。あ、向こう鳥屋だ。あ、向こうの鳥居の方も結構屋台で賑わってるな。ちょっとイベントをやってるのか、声も少ししますしね。ちょっと待ってみようか。思いのほか買い手が入れそうなので、ね、並んでみました。じゃあね、空港に行って100円安いですね。どんな感じで見てるか。1個お願いします。
炒めてみましたね。さて炒めてまいりましょう。黒いですね。あ、おいしい。そこまで味濃くないですね。結構だしの味がしっかりしていて、このこんにゃく自体のプリプリ感のところで、ね、ちょっと関東のやつと違う気がする。うん、うまいっすね。この後もいただいていきます。こんにゃく発見。この白いのがあんな黒くなるの早いのに。焼き卵って何や。アイドル市場。あ、これね、よもぎ粒あん。あ、でもいい色だ。本丸から離れたところにどんどん来てるね。下に行くと出口になるから、あ、ここは有名な桜のトンネルがあるんだ。あ、こっちの枝ぶり桜並木が、うん、低いですね。これが初めて見ましたけど、はい、これ五国神社、柱っぽいのが五国神社。そうだね、この社は。津軽藩主の頃の函館戦争の戦没者の慰霊のためか。明治3年。はい、いらっしゃい。はい、お化けが渡ります。ではお化け村へと入ってまいります。一丁目から七丁目まで、あら、いらっしゃい。よろしくお願いしまして、出てくるお化けに驚かないで、はい、奥へ奥へとお進みください。上ばかり見て歩いておるとね、足元からも出てくるよ。ほらほら、足元ばかり見て歩くと、今度は頭の上からと、地上から約空中から、上から横から斜めから、まあ、あらゆるところから、ほら、出てくるお化けに驚かないで、奥へ奥へと進みてください。カップラーメンってどういうことだ。
なんか違うのかな、800円じゃなくてね、何かが違うんでしょうね、きっとね。食べてみようかな。ラーメンで驚きましたね、うん、ちょっとこの後いただいてみます。いや、美味しかったですね。麺も自家製なのかな、結構しっかりしたコシがある麺でね、スープも優しい味で、中に入ってチャーシューも美味しかったですね。具もね、パラパラってスープの中に混じり合って味が変わってね、本当考えられていっぱいでしたね。五福神社ここか、知らなかった。ちょっと持ってくるかな、お参りしてくる。あ、すごい、すがりさんみたいなのが舞台になってますね。紫がかってないかと思ったけど、多分出店の煙の影響なのかな、少し紫っぽく見えますよね。ラーメンもありますし、青森といえばというやつの黒石市の名物ですね。ラーメンもあるね。あ、これは本当に青森らしい出店ですね。やっぱり前の出店とかほぼないですよね。まさなかなか全体図になりますね。全体図なのか、入ってきたのがこの辺東門から入ってこう回ってきてる感じか。だから北から入ってこう回るって帰る感じでしょうかな。あ、桜の違うな、さっきのまた違うのかな。ああ、じゃあここ桜の天然に行ってから本丸行ってこうかなって感じで帰る。あ、実は石切石の販売も行ってるんだ。結構ね、希少価値があるやつなんですよね。値段もいいよね、だけどね。そっかそっか、桜のトンネルっていうのはこっちの方に行くと桜のトンネルがあるよって意味だったのかな。そうね、意外と普通だなと思ってましたけれどもね、この先なんだきっとね、うん、あ、パルマキアップルパイっていうのがある、うん、うん、だからカップの煙状とかそういうのがあるわけじゃないんだな。だからまあちょいちょいその土地らしいものが出てくるとちょっとテンション上がりますね。こっちは困るね。あ、天守閣は有料エリアになってんだね今ね。今日見た時はまだ桜祭りが開催前だったから普通にいつも通りタダで見れましたけどね。なるほど、行くでボート乗ってる人がいるよ。まあボートもいいかもね。こういうのはどんどん花いかだになってくるんだろうね。
のところに比べると、いや、いい景色だ。天気が良ければね、さらに良かっただろうけど、風が吹くとすげえハラハラと桜が舞いますね。あ、でも本当にいいタイミングでしたね。満開の桜に近いの楽しめて、散り際もね楽しめる。で、桜のトンネルを越えたので本丸のトンネルかなと思います。いや、全然知らなかった。一応300年以上のやつを一応でね、いや、一応一応でじゃダジャレじゃないですけどね、弘前城にあったんだ。ああ、秋まで行ったら見に来よう。これもすごいね。へえ。大変陸地のとちょっともう育って塔が立ってしばらく経ったのがありますけどね、まさかの春の共演ですね桜との。これが花いかだになるのっていつ頃だろう。1週間後ぐらいなのかな、もっと早いのかな、どうなんだろう。いや、これもいい景色だわ。さて、本丸の有料エリアに向かいますかね。もう桜の時期だけだと思いますね。花いかだになる店舗なし。これも古木名木になってるな。津軽地域自然林は見かけなくなったけれどもまだ残ってるのか。木の果実はかりんとうのような形で食べると甘みがある。ああ、砂糖作ってたんだね昔はね。あとね、何に水保証だよねこれね。誰も見向きもしてないけどさ、すげえ綺麗だね。今年は見れないと思ったけど、これ水保証でも違うのかな。まさかこんなところで見られるとは。すげえでっかく綺麗に育ってますね。西田はでかい、違うのかな違ったらごめんなさい。差し巻き式典で見た水芭蕉に似てるけどでかすぎる。違うのかな、どうなんだろう、わかんない。いや、だけどこれはこれですごくいいですねこっちもいいですね。で、有料エリアはこの先です。っていうか一回越えてこの橋からの桜を取りに、ね、ちょっとオーバーしてきてるんですけども、ですけど石垣とね桜、これもこれでちょっといい感じですね。これも昼に来て初めてわかる。生垣とね松と桜の共演、これも綺麗だな。これはファーストレディっていうね品種だそうですね。また全然色合いが違いますね。ラストで見るとまた趣が変わりました。下の角というところで桜の花ソフトがあるようなのでね、行ってこようと思います。こちらアップルパイのセットと、桜ジェラートにしました。石間さんと、田村ファームさんかな。桜餅風味ってのはよくわかりますね。桜の塩漬けした花とか葉かな、が入って香りがついていて、これも美味しいですね。これ後いただいてみます。ちょっと散ってっちゃってますね。ここ月曜日来た時は全然咲いてなかったんだよ確か、このしだれね。あ、でこの辺が満開だ、ちょうどね。アイクロマツ、
そうですね。これも300年ぐらい経ってんだ。へえ、すごいな。だこれもね、昼来ないと気づかなかったね。うん、まあちょうどだけどほぼほぼ満開になってってるな。あ、すぐそこのしだれは月曜日に意外と満開だったけど、もう散っちゃってる感じ。おお、登っていきますか。矢倉登ったからってそんなどうってことでもないですけどね。あ、本番の方は満開早かったかな。やっぱり少し気温がなくなってきてる。上司のね、こう名前を入れられるところです。お金によって札は大きさが変わるんですよね、確かね。天守閣からの桜の風景です。先の方には岩木さん、まだ雪が積もってますけどね、こういう共演を見るのも今の時期ならではですね。ということでね、楽しく、平塚城の桜見てきました。以上、阿部でした。ご視聴ありがとうございました。